はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシャンです。今日はパープル系の花束を作っていきたいと思います。パープル系の花束はちょっとこうね、パーティーなんかね、お誘いされた時にお土産でお持ちしたり、まあ、さりげなくね、お家に飾っておいても素敵ですよね。そんな素敵な花束を今日は作っていきたいと思います。では早速行ってみましょう。どうぞ。はい、では早速始めていきましょう。はい、まずはこのドラセナですね。ドラセナを1枚ずつ外してみます。今回はこう全部パーツに、全部1枚ずつのパーツに分けていきます。でいつも言うようにドラセナは、このまま要するによれてるんです。最初はよれてるんですよ、こうやってね。なのでよれてるまんまだと美しくないじゃないですか。だから必ず葉っぱをこのように伸ばしてあげます。で本当はこれをくるくるとこう巻いていって、まあこのようにねしてあげるのが一番美しい状態になります。そして、まあ、全ての葉っぱを形を整える、美しくしてあげる。まあ、そうすることによってね、花材はもう数十倍、いや数百倍ぐらいの効果を表して、皆さんを楽しませてくれます。はい、そしたらこのドラセナを丸めて、このように丸めてホチキスで留めていきます。まあ、こういう状態ですね。こういう状態のパーツを作っていきます。はい、大体ね5パーツぐらい作っていきますね。そしたらまずユリを持ちます。ユリはこのように葉っぱは全部取ってしまいます。結構ユリの葉っぱって大きめでついてくるので、花束、小さめの花束作るときは結構こう、そのユリの動きとかがこうなんだろうな、無駄なこう線の動きになってしまうんですね。なので全部外してしまいましょう。この一番上のこのユリのつぼみですね、これも外しましょう。もちろんねこれも使っていきますので、でこの状態から始めていきます。で今回ミニブーケなんで少しこう短めに切っておきます。でそうだな、今回はこの3輪ついてるユリも1輪落として、まあこう2輪とあとは1輪ずつのパーツを2つに分けましょう。その方がやりやすいんでそうします。